野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、日本シリーズ2024年、明日から開幕でーすということで、直前に戦略、戦表、どうなっていくのか、里だけチェックね、ということでね、お送りしましょうというところで、まあ今年のね、まあ皆さんもご存知の通り、今年、ホークス、ドラ、ね、シーズン1位からクライマックスシリーズ、圧勝という形でね、勝ち上がって、クライマックスシーズンスイープでね、アドバンテージ1勝3連勝で4勝0敗で日本シリーズへ、逆に対するね、セリーグは、3位から DA でね、ファーストステージを駆け上がってね、ファイナルステージ最後ね3勝3敗でもつれ込んでアドバンテージジャイアンツ1勝ね、最後にね牧野決勝タイムリーで勝ち切って4勝3敗でね、3位から日本シリーズへ。2017年ドロンコ甲子園で勝ち上がった、ベイスターズと、ホークスね、その時は4勝2敗で、ホークスが日本一になりましたけども、2017年以来のこの2チームの対決どうなっていくのかっていうね、ところで里崎なりに解説していきたいと思いますけども、まずね、明日の、予告先発も発表されてまして、DeNA はジャクソン、そして、ソフトバンクは、有原っていうところでね、発表されていますけども、まあね、一番の問題点はで怪我人どうなるのかっていうね、その日本シリーズ42枠に山本雄大、そして東もね登録されてるっていうところで、まあ、東もキャッチボール投げ始めて、まあ、いいピッチングもしていい感じで来てるっていうところもあるけどもね、やっぱり打席に立って走らなきゃいけないから、やっぱ投げたとしても3戦目ちゃうかと思ってて、だから打てるんだったら初戦もあるかなと思ったけども、やっぱりねなかなかないっていうところでね、まあ日本シリーズ一発勝負かなと。だからジャクソン K で東が DH のある3戦目大抜き、そしてまあ吉野とか浜口とかね、そういったところがハマればっていうところになるか、まあ東が何イニング投げれるか分かんないからダブル先発で保つかっていうね、ところもあるけども、ジャクソン東あるか、だから打てるかどうかだけだと思うんだよね、あの走れるかどうか打席に入ってフォアボールなんかでね、もしくはダブルプレー崩れとかね、でファーストにいてホームまで走ってこなきゃいけないからね、そういったところのリスクを考えるとね、3戦目かな、ね、まあでも投げれたらかなり大きな戦力にはなるかなと。あ、ちなみにね、ホークス対ベイスターズ今年ね、交流戦6月に行われた時はホークスの2勝1敗でね、ホークスが勝ってるっていうね、まあでもオースティンも結構打ったりね、牧筒号のホームランもあるっていうところでは、まあ戦表としては打ち合いかな。ホークス的にはね、有原がもう予告先発できてるんで、まあクライマックスシリーズと同じかな、有原、モイネロ、そしてスチュワートジュニアに、だから残りの2戦が、大関大津で石川、まあ、ここら辺の、今状態いいピッチャーから投げていって、最後また有原モイネロっていうところに、まあ、戻ってくるんじゃないのかなとね。やっぱホークスの一番のこのね、どうなるのかっていうところで言うと、やっぱ近藤がね、守備守れるのかどうかっていうところはかなり大きな問題になると思うんだよね。まあ、小久保監督とかの話ね、コメントを見ると、まあ、当日の、様子を見てからね、決めるっていうところで、まあ、守備守れるのか、だから守備ね、近藤がスターティングラインナップに名前いるのか代打で1打席なのかってめちゃくちゃ違うと思うのよ。だこれがもし守備守れた場合はね、かなり怖い存在でも、代打になってくるとやっぱりそのセリーグ主催試合の時はちょっとね、戦力ダウンするかなっていうところで、まあキャッチャー界ファースト山川ね、牧原、栗原、今宮で、近藤ね、でまあライトに柳田で、センターがまあ周東なのかね、まあ外野で言うと周東なのか正木なのかね、柳町なのかっていうねところも、どういう組み合わせになるのかもあるけども、このね近藤が出るか出ないかによってね大きく違うんで、その近藤の守備につけるかどうか、東が走れるかどうかっていうところは両チームにとったらかなりウェイトは大きいね。近藤がもし DH しか無理だったら、もう 3,4,5 戦しかね、そうスタメンっていうところでは名前出てこないから、まあこれはと、でもあの走る姿見てたらいけそうな気もするけど、まあ怖いからね、全力になってくるとね。まあというところで、まあね、心配事っていうのは、まあ両チームにも怪我人っていうところがあるんで、まああるかなと。あとまあ、ホークスで言えば、やはりね、この、クライマックスシリーズ、
復帰はねしたけどもっていうところで、ちょっとね柳田選手がなかなかね、打つのがね、豪快にまだいけてなかったっていうところでは心配あるかな。クライマックスシリーズ、柳田選手4打数0安打0割8分3厘だからね。だからここら辺がまだね調整しっかりしてきて、こう日本シリーズで爆発するかどうか。あとダウンズもいるからね、ホークスはね、ここら辺の使い方、近藤が、まあ、DH かどうか、レフト正木、センターシュート、ライト柳田なのかどうかっていうね、ところは非常にね、チームとしてはどうなのかなとね。あとはまあ控えにね柳町もいるし、川村もいるし、尾形もいるしね、内野川瀬ね、まあ、木原っていうところもあるんでね、このどういう組み合わせでいくかなっていうね、中ではそう使い方、あと柳田の復調っていうのはね、どうなるのか。あと、まあ、山川、栗原がめちゃくちゃ打ったからね、あと今宮ね、このクライマックスシーズンはね、あの猛打線っていうところは非常に怖かったかなと。逆にね、ベイスターズで言えばね、まあ、全体的にやっぱり調子良かったのは戸柱かな。いい感じでね、クライマックス行って。で、オースティンもやっぱ一発あるけど、ちょっとアベレージがね、落ちちゃったかなっていうところもあるんで、まあ、里崎的なキーポイントで言えば、やっぱり、ベイスターズはやっぱオースティンだね。このね、やっぱジャイアンツ戦でもオースティンのホームランってでかかったから、ね、まあ、ペイベイもね、テラスあるからね、ホームランそんな深くないからね。このオースティンが爆発して一発出るようだったら勢いも乗ってくるから、やっぱりキーマンはオースティン。そしたらそのね前後のね牧佐の宮崎っていうところもさらにね生きてくるからね、この打線の流れつながりっていうのは非常に大事になってくるかなと。で、ホークスはねやっぱ今度ね、やっぱさっきも言ったように出るか出ないかをね非常にキーポイントとしては大きくなるのかな。あとやっぱりそのね、今年の全体的な戦いで言うとやっぱり守備だね。このクライマックスシリーズファイナルでも、やっぱ DeNA はやっぱ牧の守備とかね、やっぱ守備力でそのジャイアンツに最初勝ち越して、で逆に終盤守備力で落としかけたっていうところもあるから、まあ今年のね守備で言うと DeNA はエラー96個とね、セリーグでダントツ1位だからね、2番目に多いのが阪神で85個だから11個も多いからね。そういったところではこの守備力っていうところもポイントになってくるかなと。逆にソフトバンクはエラー53個だからね、40個も少ないからね、ダントツ1位パリーグでね。だからこの守備力っていうねところも大きくなるんじゃないのかなと。だからホークスはね12球団で一番エラーが少ないっていうね、何気にね攻撃ばっかり目指した勝ちだけど、ファイナルの時でもね川瀬のねナイスプレーからの今宮反転しのダブルプレーね、その前にはね栗原のねランニングスローワンパンになったけど、あの山川のハンドリングっていうね、あと甲斐のスローイングなども含めて守備力ホークス何気にね、まあ、何気にって怒られるけど熱いからね。そういった意味でもやっぱ DeNA はやっぱこの守備から足元すくわれて、まあ、ジャイアンツはねそこで連打つながらなかったり打てなかったからまだよかったけど、ホークス一気に波に乗ってね打ってくるからね、そこら辺はねやっぱ守備っていうところではまあポイントをしっかり抑えていかないと一気にビッグイニングっていうのは作られちゃうかな。だからまあ DeNA もほぼほぼ使う選手変わんないと思うんだよね。だからまあ1番桑原には牧、3番佐野、4番オースティン、5番宮崎ね、で戸柱、梶原、森でピッチャー系だから DH がなったら筒香かね、筒香が順当にいけば、筒香が多分 DH じゃん、筒香かフォードだよね。このどちらかがまあ DH に入るっていうもう一発構成だからね、まあ、そんな作戦はないと思うから、もう打ち勝てるかどうかだね、ホークスにね、ベイスターズは。でまあホークスはまあ流動的かな、まあね、いろんな選手ね、ダウンズなのか牧原なのかシュートなのか柳町なのか正木なのか近藤守備守れるのかね、って言ったところで流動的に選手使えるんで、その時の調子ね合わせてね、どういう打順組んでくるのかなっていうところはまあ楽しみではあるけども、まあ、このガチンコの戦いね、もう打ち合いやな、ロースコア考えづらいよな、ジャイアンツ対ベイスターズみたいに。やっぱりもう打ち勝った方が勝ちなんじゃないのかなね。
だからファイナル、パリーグのファイナルみたいに、まあ、ホークスはね、打ち勝って勝って、ね、ファイターズはやっぱそれに乗って、やっぱ打ち勝つ野球ができなかったっていうところがね、スイープで負けたっていうところもあるから、乱打戦かな。打ち勝った方が勝つ。まあ、これだ、打ち勝った方が勝つとしか言いようがないよね。だからもうね、佐々木の予想を発表します。佐々木の日本シリーズ予想は、4勝1敗で、福岡ソフトバンクホークス、日本一。これはもうね、仕方ないよ。いや2010年のロッテが3位から日本シリーズ出て圧倒的な強さを見せた中日ドラゴンズが1位から日本シリーズ出てロッテが勝つって言えた人いますっていうね、ほぼいないと思うのよ。このねシーズンファイナルの戦い見てきてホークス負けるはベイスターズ OB じゃなかったらやっぱり言えないよ。なかなかこれはねやっぱりねだからこれはね史上最大の下克上パート2が第2章第2幕パート2ね、2010年から14年越しのパート2が行われるのか、王者ホークスが圧倒的な4年ぶりの日本シリーズで圧倒的な日本一に、ね、なるのかっていうところで、まあ、予想は4勝1敗でホークスだね。これはね 4-0 も一歩間違ってありえるからね本当に。だからベイスターズはもうこのね横浜スタジアム勝負だね本当。2連勝したらあるよ本当勢い乗って、もしあと近藤出るかどうかでもね大きいけどね、まあ、佐々木の予想は4勝1敗でホークスでいきます。皆さんの予想もねぜひコメント欄に、書いてみてください。内容としてはやっぱりね打ち合いやと思う、もう殴り合いボコボコタイムの殴り合いで打ち勝った方が勝ち、だから逆に抑えられちゃうと負け。だから DeNA はクライマックスシリーズみたいにもう早めの継投でね、クライマックスシリーズみたいに6連戦とかないからね、5連戦とかもう2戦やって休み3戦やって休みだから間空くからもう系統も使いながらもう引っ張らないでもうどんどんクライマックスシリーズみたいにどん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 行って全員で勝ちに行く野球っていうのをしなきゃいけないし、まあ、ホークスはね、まあ、リリーフ陣も万全だから、まあ、先発がいいところまでしっかり引っ張りながらリリーフっていうね、まあ、王者ホークスはまあ今まで通りの戦い方でいいでしょうと。ベイスターズはもうガッチッてどっち使ってもうどんどん変えていくっていうところのアグレッシブな動きで、作戦的なアグレッシブはないから選手起用っていうアグレッシブは必要になってくると思うんで、そこら辺はしっかりアグレッシブに動きながらどんどんいい選手調子いい選手を使いながらもうピッチャーもどんどん変えていってリリーフをねどんどん出してクライマックスシリーズファイナルでの戦い方が必要かなと。まあでも勝てるんでね、3位から日本一になってるんでね、まあそこら辺でもラッキーボーイもいるしね、グワッていかなきゃいけないから特に初戦は大事。ベイスターズは勢いに乗るためにこれ本当ホークスにね有原また初戦をしっかりバババーって打ってねピッチャーも抑えて勝ったらねファイナルみたいにスンっていく可能性十分あるからね、その初戦注目したいと思います。佐々木は、初戦日本放送で解説します。実況山田徹さんです。はい、ぜひ日本放送来てください。はい、さあということで佐々木ね選票終わりです。まあどちらも打ち勝つ野球、ホークスベイスターズはもうエラー、これはもう禁物、そこからダダダってやられる。ホークスはもう同じような戦い方をできるか、あとは近藤が守備つくかつかないかがここがポイントっていうところがね、まず第一戦の見方ね、毎試合総チェックね、日本シリーズもしますのでぜひねそちらも引き続いて、見てください。それでは明日からの日本シリーズ2024福岡ソフトバンクスホークス対、横浜 DeNA ベイスターズどうなるのか、皆さんね最後のプロ野球ね日本シリーズ楽しんでいきましょう。